おはようございます。金曜日です。はい、はい、また今日も天気悪いですけど。そうです ね、はい、ね、昨日に引き続き寒いですよね。そうですね、これ体調崩さないようにしないと、はい、本当に風邪ひくから気をつけてくださいね。はい、ここから、昨日ね、ちょっとうまく当たらなかったりとかして5番ウッドが、はい、原因がありますいろいろ、うん、はい、でその原因をちょっと紐解いてですね、もう少し気持ちよくスイングできるように今日はちょっと工夫をいたします。でその上で、実はここから、5連休練習、世間がね5連休で、レッスンの方もお休みです。この間に、その気持ちよく触れるメソッドをですね、はい、続けていただければ、はい、この連休明けにはまた生まれ変わった中でも登場すると思います。はいはい、まあ、あとはやるかやれへんかです。やるかやらないかだけですね。はい、はい、では、これからですねそのメソッドをしっかりと、はい、染み込ませたいと思いますので、はいはい、どう大丈夫、覚悟はできてる？あ、もうバッチリバッチリです。噛んでるやん。大丈夫かな。はい、じゃあ今日もしごきますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。終了です。終了です。はい、ワンクール目です。はい、はい、僕の中ではワンクール目無事終了しました。すごい良くなりました。ありがとうございます。はい、今までは、はい、体のほっといたらね、はい、こう間違いを犯しがちな、うん、部分、いろんな部分があります。それを犯さないように、ちょっと固めるようなね、矯正をしました。肘の畳み方とか手首の使い方とか、ね、それも小さなスイングでありました。今日からは伸び伸びとスイングをしてもらいました。で結果的に結構いきましたね。9番アイアンで、ハーフショットで80ヤードフェアウェイウッド5番ウッドで、ネットまで届くようになりましたね。はい、これ大きな進歩です。はい、で今日明日からね、5日間、お休み、レッスン2体お休みです。ここで中ちゃんが何をするか宿題です。はい、ドゥンドゥク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 ドゥンドゥ100回素振りした方がスイングが良くなります。はい、これ本当の話です。はいはい、何としても時間を作ってですね、はい、ピャッピャッピャッと振っていく。ここは練習中もやってるんですよね。やってますよ。もう来てもいいですよ全然。はいはいはい、もう一緒にこれ持ってきて、はい、ちゃんと素振りをして、はい、はは言うてから球を打ち始める。はい、分かりました。はい、ということで、この連休中の素振りの効果ですね、これ、はい、皆さん楽しみにしてください。どう変わるか、中ちゃんがいきなり300ヤード飛ぶかもしれませんからね。はい、それはないと。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、はい、楽しみにしますよ。1日100回、はい、1日100回です。はい、はい、じゃ今日もどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい。